噴属噴族の起源、京都の勢力範囲とヨーロッパの噴族の勢力中心域を同時に示した地図。実際には、両者の活動時期の間には約200年の隔たりがある。噴族の起源では、4世紀から6世紀にかけて、中央アジアからヨーロッパにかけて広く影響力を及ぼした噴族の起源と関連が指摘されている諸集団に関する議論について述べる。 古代より文献にはイランの噴族と呼ばれる勢力が言及されており、これらと噴族の関係については長きに渡り歴史学上の論争が続いている。特に有名な噴族の起源論として中国史上の強度と同一視する説がある。これは1757年にジョゼフ・ド・キーヌが提唱し、エドワード・ギボンが普及させたものである。それ以降、 多くの歴史学者が言語学、歴史学、考古学などの観点から、噴族と強度の関係性を見つけ出そうとしたが、20世紀半ばに、中国学者の夫をメンヒーエンヘルフェンの批判を受け、この仮説は下火になった。近年になって、噴族と強度の間に新たに部分的な関係を乱す研究が発表されている。このため、強度、運動俗説は一仮説として、 再び歴史学の主流へと戻ってきたが、いまだに議論が続いている。強度や中央アジアの所属と紛族を結びつける最大の証拠と考えられているのが、それぞれの集団名の類似性である。すなわち、強度と呼ばれた集団は、ソグド語では、XWN、サンスクリット語では、フナと呼ばれており、これが西洋で、紛族と呼ばれるようになったというのである。また、 ヨーロッパの噴属と強度がどちらも金属製の大釜を使う習慣を持っていたことが指摘されている。しかし一方で粉に関連付けられている諸集団では依然として考古学的知見や習俗面における相違点が類似点を上回るほど多岐にわたっている。さらに強度が歴史上から姿を消してから後にヨーロッパに進出するものと同じ噴属が初めて 中央アジアに現れるまでに約200年もの間が空いている。こうした反論の余地があるため、強度、奮闘俗説を否定する学者も多い。なお、強度は48年に南北に分裂し、南強度は五感に従った後、疑心南北朝時代まで綿脈を保っている。奮俗との関連が指摘されているのは北方に残り2世紀に中国史上から姿を消した北強度のみであるが、 欧米文献では単に強度とされることが多い。そのため、本校でも特に断りがなくとも強度という名を北強度を指すものとして用いる。18世紀イギリスの歴史家、エドワード・ギボンは、粉俗と強度に関連性があるという説を広めるのに、一役買った。1757年、フランスの歴史学者、ジョゼフ・ドーギー・ニュが初めて、 ヨーロッパの奮俗と強度の関連性を指摘した。彼は両者の遊牧民としての習俗や集団名の類似性に着目している。ただしギリには文化的、言語学的、民族的な関連づけには興味を示さず、何らかの政治的な組織が存在して、両者を奮俗たらしめたと考えた。両集団を結びつける考え方は、イギリスの歴史か、 エドワード・ギボンがローマ帝国水防止の中で紹介したことで広く知られるようになった。ギーヌ説を解釈したギボンによれば、イランの噴族とヨーロッパの噴族は、かつて中国の近くに存在した強度の帝国が崩壊した際に生き残った二つの別個の集団が起源となったのだという。これ以降、強度、噴道族説は噴族を扱う多くの歴史家たちに芝叩たたく間に、 受容されていった。19世紀、言語学者の間では、強度と紛俗の言語の関連性を見出そうとする議論が活発に行われていた。この時期の学者たちは、言語と民族を極めて密接に関係しているものと考えていたため、地理的に遠く隔てられた両民族が同じ言語を共有していたと立証することが不可欠であると思われていた。強度 奮動俗説が広く受け入れられた一方で、ン族はフィンウゴルゴ派の言語を話し、強度はチュルク語族あるいはモンゴル語族の言語を話していたと考えて、両者の関連性を否定する学者も少なくなかった。また19世紀ロシアの学者の中には、ン族がスラブ語派の言語を話していたと考え、ヒスラブ語派の強度とは別物であるとする者もいた。 19世紀後半の歴史学者、古典学者、ジョン・バグネル・ベリーは最初義ュや義ンの説に疑義を示し、強度と紛属はたまたま名前が似ていただけだと主張したが、後に立場を改めて両者の関係性を認めた。20世紀初頭、ドイツの中国学者、フリードリヒヒルトは、偽象を中心に中国の師匠を検討し、紛属と強度の間のつながりが立証されたと主張した。 ヒルトの研究は広く認められ、1940年代には強度と粉俗に何らかの関係性があるというのが歴史家や考古学者の間での定説となっていた。ところが1945年、オーストリア出身のアメリカの歴史学者、オットー・メンヒエン・ヘルフェンがヒルトは中国史書を誤読しているという主張を行った。メンヒエン・ヘルフェンの研究によりヒルトの説は 大打撃をこむった。さらにメンヒエンヘルフェンは、当時の考古学や民族史学に基づいた定説に疑義を示した。彼の主張ザワールドオブザハンズではこの問題に触れていないが、その他のいくつかの著作で、粉俗と強度をその名前を根拠に、同一視する説に反論している。著名なユーラシア学者、デニス・サイナーは、このメンヒエンヘルフェンの会議論を採用している。 エッシェート・レベリンスキーは2007年に、噴族は、強度の統治下あるいは影響下にあった中央アジア、南シベリアあたりから来たとするのが妥当だろうと、述べている。クリストファー・ベック・ウィズは、2009年に、ユーラシア学者の一般的なコンセンサスとして、強度と噴族は、無関係であるという見解を示した。一方で、これに対する反論も、歴史家のエティエンヌ・ドラ・バシェール、歴史家、 言語学者のクリストファー・アートウッド、考古学者の林俊夫、歴史家のキム・ヒョンジンだから出ている。しかし一方で、こうした両者の関連性を主張する説について、2020年には、アレクサンドル・サベリエフや、ジョン・チュンボンらが、現代の学術界ではほんの限られた範囲でしか支持されていないと述べている。2007年の時点で、林敏は、ロシア・ハンガリー・ドイツでは、 同族説が有力だが、それ以外では、会議論や証拠不十分であるという研究者が多いと、まとめている。日本の東洋史学会では、白鳥倉吉がヒルトの強度、紛同俗説を批判したのに対し、内田銀風がヒルト説を全面的に擁護した。また江上奈美雄が考古学的に同族説を補強すると、それを江ノ木和夫は、同族説の論証には、 不十分であると批判し、同定のためには、さらなる積極的な証拠が必要であると主張した。これらを整理した森正思えの木の主張に共感を示すとともに、中央ユーラシアの諸勢力が、征服者として、なお轟かせていた、強度の名にあやかったり、侵入を受けた側が、過去の記憶と結びつけて、敵を強度と呼んだりした可能性もあるとした。林敏夫は、 より新しく見つかった遺物をもとに、考古学的な検討を行い、天山やカザフスタン付近を拠点としていた遊牧民の集団がかなり短期間でカスピ海を通り、国海北岸まで進出していたとし、さらに上日の通り2014年の論文で、モンゴル高原にいた集団が2から3世紀に中央アジア北部に移動し、さらに4世紀後半に西方へ進出したと結論付け、強度、 運動俗説を補強した。5世紀のアルハン・フンの君主ヒン・ギーラの効果に、バクトリア語で刻まれたアルコーノ、チョノという部分がフン族と関連する民族名である。強度と他のフンと呼ばれる所属を関連付けられる最も重要な証拠とされているのが、その名である。関連が想定されている言語と言葉としては、中国語のシャンヌ、ギリシア語のオミクロニューニューイオタ。 ラテン語のフンに、ソグド語の XWN、サンスクリット語のフナ、パフラビー語のシオン、アルメニア語の本系である。HW ベーリーは、シオンが、フンと同一であることは、シリア語文献でフンと読む語が、ペルシアの文献における、シオンを指すものとして使われており、また、ゾロアスター教の文献において、シオンという語が、 サンスクリット語における、フナを指すことして用いられていることからもわかると主張した。またエティエンヌ・ドラバシエールは、シャンヌと XWM、フナが同じ民族を指していたことを示した。その他、アルハンフンは、アルキソノと自称していたことが、効果の名からわかるが、ゾノとはすなわちフンである。また彼らは、インドの文献でフナと呼ばれている。エフタルは、 国家の命でおいいおのと自称しており、フンとの関連が伺える。また、ギリシアの歴史家プロコピオスは彼らを白いフンと呼び、サンスクリット語の著述家は白いフーナと呼んでいる。中国の歴史書である銀書ではバクトリアのキダーラ朝サの君主を女さと呼んでいる。ヨーゼフ・マルク・バルトはこれをハネストンあるいはフナシャと解釈し、フン族の国、または 紛王を意味していると考えた。これに対し、江ノ木和雄はこれを、オネシャと呼んで、共同王の意味であると解釈し、ソグディアナが郷土に征服支配されたことを示していると主張した。クリストファー・アートウッドは、オネシャを、紛族の王を指す後の中国語転写であると解釈した。東ローマ帝国は、この集団を、紛族と呼んでいた。こうした説に対し、デニス・サイナーは、 二つの名が、たまたま一致したに過ぎないと主張している。メンヒエン・ヘルフェンは、イランのフンとエールズ人、ベネツィア人とベンド人くらいには違うと述べている。リチャード・フライは、インドのフンたちは敵を恐れさせるためにあえてその名を名乗ったのだと主張している。H.W. ベリーや、デニス・サイナーなどの学者は、シオンというイランの言葉は敵を意味するもので、 そこから派生した糞は特定の集団を指さない遊牧民の総称であったと考えている。一方で、ドラバシエール、アトウッド、キムラはこのサイナーラの語源解釈を全面的に否定している。ドラバシエールとキムはヨーロッパとイランの糞が明白に同じ名前を使っており、それが彼らが古きステップの帝国的な壮大さを持つ伝統による結びつきが価値があり重大で、 起源的な統一性とおそらくは将来的な野望の現れであると捉えていたことをはっきりと示しているものであると述べている。また強度、奮動俗説の中核をなすシャンヌとフンの類似事態についても議論の余地がある。メンヒエンヘルフェンは強度という名は本来の彼らの事象を中国王朝が大まかに中国語に転写したに過ぎない点を指摘している。彼は 真の王網が、屈従するという否定的な意味を込めて、強度を、こうやつと解消し、また後には、礼儀正しいという肯定的な意味を込めて、安しめと解消した例を引き合いに出している。さらにクリストファー・ベック・ウィズは、上古中国語における、強度の発音が正確にはわかっていない点を指摘している。中古中国語では、快音、または、 カイジョンと発音されていたと推定されている。ジョーコ中国語では最初の発音が S であり、これが後からカイに変化した可能性もある。この場合はむしろイラン語軍におけるサカあるいはスキタイと関連している可能性もある。E.G. プーリーブランクはジョーコ中国語での発音フロングナーに近いものと推定しギリシアでフローノイと呼ばれていた。 遊牧民族と結びつけている。アトウッドは、上古中国語における、強度の発音をクショナ、ハイオナ、ホナ、エクソナなどと推定して、ベックウィズやプーリーブランクの説を否定した上で、他にも西洋におけるフンとシャンヌを結びつけるには、いくつもの問題点があると指摘している。以上の問題点を解決するため、アトウッドは、西方のすべての語は、 サンスクリット語の船から直接あるいは間接的に派生したものであり、船と同根のものを中国語に転写したのがシャンヌで、ある年、後者はギリシア語の校内に相当するという仮説を立てた。さらにアトウッドは、ペルシア語のシオンは語源学的に他と無関係であり、単にフンに似ている古風の名前に過ぎないと主張した。フンについてドラバシエルは、 フン所属の内名であると主張したのに対し、アトウッドは、イラン諸語を話す商人や通訳者が使った外名ではないかと指摘している。フン族の移動水定路強度が、戦費に征服され、中国史上から消え去ってから、ギリシャ・ローマ世界の文献に、フン族が登場するまでには、約200年の隔たりがある。123年頃、北領の小広仕様が、 川の類と深海を行き来しつつ、西域を制圧した。内田銀風は深海を大臣の海すなわち国海であるとしたが、林俊夫はこれを否定し、もっと西域に近い湖であろうと述べている。そして151年に五漢が軍を派遣すると、小広潮は去っていった。これが五漢書における北郷土の最後の記録である。儀書西域伝越藩上によれば、 五漢書によれば、知られている限り最後の郷土の全部は91年に、五漢南郷土連合軍に敗れて西方へ消へ失せた、もしくは皇居へ移動した。また、義書によれば、彼らはさらに西へ向かったが、153年に、現在の多ケンと付近で戦費に敗れた。これ以降の200年間、彼らに関する記録は、一切残っていない。古代ソグディアナと現代の国境線もう一つ。 銀書について、問題となっているのが、西域伝続特上である。続特国は、総霊の西にあり、かつてのより西であり、なさとも言う。大沢に望み、皇居の西北にあり、大から一万六千里の距離にある。以前、郷土が、その王を殺して、その国を領有し、骨芸という王まで三代を経ている。 その国の商人は先に多く涼しずちにやってきて、繁華をして、目、像を征服し、ことごとく捕虜とした。高層のミヨのはじめ、属徳王が使者を剣士身の白金を求めてきたので、御事乗りして、これを聞き入れた。それより後に朝婚することはなかった。義書再域伝属特上、フリードリヒヒルトは、イオリサヨ、アラン人、ン、属徳国を、ヨルダネスが、 サダゲスと記したクリミア半島のスグダグに否定し、これらを強度が征服した記録と解釈し、これがヨーロッパ紛族の最初の征服活動にあたると考えた。内田はヒルトの中国語の発音解釈の誤りを指摘しつつ、強度のヨーリサイ征服を、紛族のアラン人征服を同一視する理論には賛同し、1953年にも、 義書内の地理的記述などからこの説を肯定した。一方で、続徳をソぐディアナに否定する反論もヒルトの後から出ていた。白鳥やメンヒエンヘルフェンは産物の記述などから、続徳をソぐディアナと考え、征服者についても、強度ではなく、エフタルであるとし、エノキもこれを支持している。エノキは、続徳と、イオリサイを結びつけたのは、北儀の施設の誤解であり、 続徳を支配したのは、いわゆる強度ではなく、悲音であると主張した。また、メンヒエンヘルフェンは、義書の該当箇所の大半は、後世の他の文献によって過失されたものであったと主張した。これについて、ドラバシエールは、通り天のような中国の他の文献に、義書の問題箇所の原点が引用されていることを指摘した。彼によれば、この記述は367年に、 京都がソグディアナを征服したという内容であり、これはペルシアやアルメニアの文献において、ペルシア人と気温の戦争に関する言及があるのと同じ時期であるという。サイナーは気温と噴族の関連を明確に否定し、前者はトュルク系であると主張している。しかし2013年には、キムヒョン人が歴史家の間では気温と噴族が同一であることは、 一般的なコンセンサスとなっていると述べている。5世紀中国にが書いた地理書である13国史によれば、アラン人とソフド人がそれぞれ別の支配者に従っていた。プーリー・ブランクラはこれを5人と判断し、支配者は同一民族であったと考えている。デニス・サイナーによれば、噴族の起源を探る上で最古の記録は、ローマの歴史家アンミアヌス・マルケリヌスの記録である。 アンミアヌスによれば、フン族は、凍った海に隣接する、アゾフ海の向こう側に住んでいて、そこからヨーロッパに移動してきたのだという。なお、凍った海という言葉については、これを文字通りには受け取れないとしている。またサイナーや、メンヒエンヘルフェンは、アンミアヌスが370年に、フン族が現れるまで彼らについてほとんど何も知られて、いなかったとしているのに触れた上で、 この記述を2世紀半ばに地理学者のプトレマイオスが記したクーノイという民族に結びつけている。さらにメンヒエンヘルフェンはマジャル人について我々は今日までにマジャル人が噴族のように中央ヨーロッパを接見し始めるまでの300年の間ドニエプル川、ブク川、ドニエストル川、プルト川、シレト川の流域に住んでいたのに事実上 ビザンツ帝国に気づかれていなかったという事実に気づいていると述べ、370年以前に、噴族が知られていなかったのは彼らが遠方から到来したためという説の証細にはならないと主張している。アンミアヌスによれば、噴族の最初の征服で滅ぼされたエルマナリクの後を継いだ東強島を置いてみるが、別の噴を傭兵として雇っていた。これについて、メンヒエンヘルフェンは、 噴族が一層した集団の中に、トゥルク語で解釈できる民族名を持つものがあると指摘し、噴族が到来する前に別のトゥルクがこの地域に到来していて、これが別のフンと呼ばれた可能性があるとしている。一方で、噴族と強度の関連を主張する学者たちも、ヨーロッパ以外の地域の文献に証拠を求めている。3世紀バクトリア北部出身の仏像、ジクホ保護は、 サンスクリット語の民族名フナを強度と訳した。これは、フーナ族が言及された最初の例であり、ドラバシエールは、これらの文献におけるこのフーナという名は、明確かつ政治的に強度を指していると主張している。また、313年に、ナナイワンドという名のソグド商人の書簡で、XWN が中国北部の諸都市を襲撃したという記述がある。これは、 同時代の中国の文献における強度と同じ集団である。これらにより、ドラバシエールは、フーン、XWM、フナは、中国人が強度と翻訳したのと全く同じ名の転写によるものであるとした。ロバート GBL は、貨幣研究を通して、フン族によるペルシア侵攻あるいは移住が4度起こっていると主張した。なおここには、 効果を作らなかった気温の活動は含まれない。これについて、マーティン・ショットキーは、このペルシアに侵入した、フンとヨーロッパのフン族は、移動の原因に関連がある可能性はあるものの、それぞれを構成する人々には直接の関係はないとしている。この意見に対し、ドラバシエルは、中国の文献を用いて反論している。彼によれば、フンの諸集団は、 他の学者たちが言うように波状的に移動したのではなく、4世紀中頃にまとまって一回大移動を行ったのだという。さらにドラバシエールは、ンの異なる諸集団は4世紀中頃には中央アジアに確固とした拠点を有していた。それゆえ彼らはヨーロッパのン族の起源という問題に時間的にも空間的にも結びつけることができるのであると主張している。 噴族の大釜噴族と東、中央アジアの物質文化を結びつけるような考古学的知見は少数しか見つかっていない。両者の関連を示す最も重要な証拠となり得るのが噴族と強度がそれぞれ使っていた聖堂の大釜である。それぞれの大釜は似通っているだけでなく強度の大釜から噴族の大釜へ。 大きな進化が見出せるのだという。キムヒョンジンは、これをもって、強度文化が粉俗に受け継がれていたことが、証明できると主張している。林敏夫は、こうした、大釜の出土品をたどることで、粉俗、強度の生鮮を追うことができると主張した。しかし、ウルスラ・ブロースダーによれば、強度の大釜と粉俗の大釜の中間に、相当するような品は見つかっていない。また彼女は、 この出土品一つを取って、強度が粉属になったと立証することはできないと主張している。さらにブロースダーは、強度の大釜は大抵墓地に埋まっているのに対し、粉属の大釜は水辺で単独で出土しているという相違点も指摘している。ヘザーは、粉属と強度が似たような武器を用いたと主張した。エッシェート・レベディンスキーは、 フン文化に見られる三枚の矢羽根を持つ巨大な鉄属は、明らかにアジアに由来するものだとしつつ、これらは強度のみが用いたものではないと述べている。メンヒエン・ヘルフェンによれば、様々なフンにまとめられている集団が使っていた矢尻はそれぞれ大きく異なっている。1945年、メンヒエン・ヘルフェンは、ヨーロッパのフン属が行っていたとされる図外変形の監修について、 強度で行われていた証拠がないと指摘した。ただし、キムによれば、エフタルに図外変形を行っていた証拠が見られる。より最近の考古学研究から、一世紀のシルダリア川周辺にいた、ケンコレグループと呼ばれる集団が図外変形を行っていたことが分かっており、この集団が強度と関係している、可能性がある。図外変形の慣習は、一世紀中央ユーラシアでは、 極めて広範囲で行われていたようである。紀元前3世紀から紀元前1世紀に作られたオルドス青銅器文化の帯止めまたメンヒエンヘルフェンは、粉俗の遺物に特徴的に見られる金葉と鱗ン葉が強度の物品には見られないという点も指摘している。彼は強度とオルドス青銅器文化により強い関連があるとした上でオルドス文化に見られる動物のモチーフは、 噴族には見られないと論じている。2018年、ウルサラ・ブロースダーは次のように述べている。ここ数十年で、モンゴル、アルタイ、トゥバ、南シベリアの考古学は大きく進歩したが、基本的な事実認識は変わっていない。すなわちこれら、内陸アジア地域の諸集団の物質文化は、ヨーロッパの噴族のそれとは、隔たりがあるということである。ブロースダーは、四。 5世紀の内陸アジアにおける、粉俗や、1、2世紀のウクライナステップに見られる個々の強度に似た、物的痕跡が示すのは、民族移動の証拠というより、単に地域間で交流があったことの証という程度で、あるとしている。ただし彼女は、考古学では、民族移動があったことを立証も反証もできないと、述べている。 一切の考古学的証拠を残さず集団が大移動を起こすことも少なくないからである。エッシェとト・レベディンスキーによれば、ヨーロッパの粉属の遺跡から発掘された人骨は、ヨーロッパ系のものが多数派で、他にモンゴロイド、根血が見られる。アイボナは、モンゴロイドの割合を20から25%と推定している。 ピーター・ヘザーなどの学者は、民族史学的な観点から、粉族と強度の関係に疑義を呈している。例えば、強度は弁発をしていたと記されているが、粉族に、そのような風習はなかった。また、メンヒエン・ヘルフェンは、粉族がヒゲを生やさない人々と描写されているのに、対し、強度はヒゲを生やしていたと記録されている点も、指摘している。林は、粉族の先方や、 生活様式がアジア系の騎馬遊牧民の特徴を有しており、強度やスキタイとの共通点もあるが、粉族が強度であると断定できるほどではないとしている。エフタルについては、メンヒエンヘルフェンは、プロコピオスの粉族とは一切異なっているという記述を採用している。彼によれば、結婚制度についても粉族は副婚制を、エフタルは一切多不正をとっていたという。 また、プロコピオスはエフタルが白い体をしていたと記録しているが、フン族は暗い色の肌をしていたとされる。これについて、キムは単なる地理表現に過ぎない、白いフンという言葉を聞いた、プロコピオスが肌の色のことだと誤解したのだと主張している。ヘザーは他にも、強度がゼヌと呼ばれる一人の君主のもとに、統一勢力を形成していたのに対し、フン族は、 ヨーロッパに出現した当時に単一の指導者を持っていなかったと見られる点を指摘している。これについて、キムは、噴族も当初から支配者のもとに統一されていたはずで、現存する資料に記録されていないだけだと主張している。キムは、噴族と強度の文化的共通点として、県に対する信仰があったことを指摘している。強度については、刑事、噴属については、 マルスの剣の話が伝えられている。粉族の言語については、アルタイ語系、ウラル語系、コアジア系など様々な説が提示されている。エッシェとト・レベディンスキーによれば、アッティラの親族の名などで特に、チュルク語族系の影響が強く見られるが、固有名詞の中には、複数のイラン語群の層が存在し、まず、アジアの坂から、ついでヨーロッパで、サルマタイ人とアラン人といった、 その時々に隣接あるいは征服した集団から取り入れた層があるという。メンヒエンヘルフェンは、郷土がモンゴル語族の言語を話していたと考えられるのに対し、フン族はチュルク語族、エフタルはイラン語群の言語を話していたと主張している。また彼は他のところで様々なフン族と呼ばれる集団が皆同じ言語を話していたように考えられる中で、 エフタルは唯一の例外であるとしている。これに対しピーター・ゴールデンは、エフタルはもともとコモンゴル語族の言語を話していて、後に典型的な遊牧民として活動しつつも、非支配者の定住民の影響を受けて、イラン語軍の言語を授与したと主張している。エッシェート・レベリンスキーは、フン族は様々な羊の民を包含し得た遊牧民の集合体であり、 中力系言語を話していたと考えられる。支配種族あるいはカリスマ的王家のもとで統合されることによって民族に変容したとしている。この集合体は他民族を征服するたびに変容し、5世紀2分とゲルマンの貴族層が血統的に混合した最終章を見ることができると述べている。キムヒョンジンは EGP リーブランクや A ボビンの研究をもとに、もともと エニセイ語族の言語を話していたと見られる郷土が西へ移動する間にチュルク語族へと切り替わったと主張している。2018年5月、噴族は東アジア人と西ユーラシア人の根血であったとする遺伝学論文がネイチャーに掲載された。論文の筆者たちによれば郷土が西方へ拡張して坂と根血したものが噴族の祖先であるのだという。 2019年11月には、粉属と見られる3人の男性の遺骨を研究した遺伝学論文がサイエンティフィックリポーツに掲載された。この3人の遺骨はカルパチア盆地にあるそれぞれ別の粉族共同墓地で収集されたもので、Y 染色体、ハプログループ Q1A2、R1 b i t 1A1 b i t 1A1A1、R1A1A1 b ット 2A2 を有していた。 ことが分かった。現代ヨーロッパにおいて、Q1A2 が見られるのは稀だが、特に成形人の中で顕著に見つかることが知られている。被検体となった3人の粉俗男性はいずれも、茶色の目、黒髪、または茶髪を持ち、ヨーロッパとアジア両方に先祖を持っていたと考えられている。この結果は、強度が粉俗の起源であるとする説とも矛盾しない。 しかしアレクサンドル・サベリエフやジョン・チュン・ウォンは、紛俗の時代のカルパチア・盆地の遺伝学的痕跡は、アジアとの間に挟まる東ヨーロッパ平原では、見つかっていない点を指摘している。ありがとうございます。